フィリピン船に放水銃、中国が南シナ海で無理筋の領有権を主張する根深い理由。南シナ海南沙諸島のセカンドトーマス礁をめぐって中国とフィリピンが争っている。今年2024年3月にはセカンドトーマス礁周辺で中国海警局の艦船がフィリピンの補給船に放水銃を発射し、負傷者が出た。地図を見るとセカンドトーマス礁はフィリピンに近く、中国からは遠い。中国がそこを自国の領土と主張することは明らかに無理筋である。中国はなぜそんな干渉を領土と主張するのであろうか。セカンドトーマス礁、多くの日本人はそのように主張する原因が習近平と中国共産党にあると考えている。しかしその認識は間違っている。南シナ海のほぼすべての海域、牛の下とも呼ばれるを中国の領海としたのは中華民国である。中華人民共和国の成立は1949年だが、中華民国はその2年前の1947年に牛の下を領海とした。中国は清朝まで領海に無頓着だった。それは中国がランドパワー、大陸国家であり、シーパワー、海洋国家ではなかったためと考えられる。領海の重要性に気づいたのは第二次世界大戦を経験してからだ。近く、南蛮と北敵、中国が南シナ海のほぼ全てを領海と主張した理由は、東南アジアに住む人々を蔑視しているからだ。それは、南蛮という言葉によく現れている。三国志演義は日本でも人気がある小説である。もちろん中国ではより広く読まれている。これは史実を基にした小説であるが、多くの創作が含まれている。三国志演義の中に諸葛亮の南蛮征伐がある。三国志のヒーローである蜀の諸葛亮は魏の曹操と戦う前に南蛮征伐を行った。小説では諸葛亮は南蛮の王である孟獲を罠によって7回も捕縛し、その度に解き放った。孟獲は諸葛亮の度量に感服して忠誠を誓ったとされる。この話には中国人の東南アジアに対する蔑視が集約されている。第一に孟獲が容易に罠にはまる迂闊な人物として描かれていることだ。だから何度も放免した。もし難敵ならば放免などしない。中国人は北に住む人々を北敵と呼称した。やはり蔑称だが、北敵は恐ろしい。もし北敵の首領を捕獲したのなら、必ず殺害したであろう。東南アジアは北方と同じ、過疎と、けがい、後、文明の外の地方、であるが、愚かな万人の住む土地と考えている。異敵の君、あるは諸夏の亡きにしかず周辺の万族に王がいて秩序が保たれていても中国に王がおらず秩序が守られていない状態よりも劣っている。これは論語の一節であり、異なった読み下しもあるが、ここに示した読み下しが中国人の周辺諸国に対する偽らざる感情であろう。中国人のこのような意識が南シナ海紛争を引き起こしている。中華思想を元にして行われる中国外交は、アジア的秩序、殺風と徴工が存在した清朝世紀までは機能していたが、近代においては全く機能していない。セカンドトーマス礁をめぐってフィリピンと争って何の国益になるのであろうか。台湾侵攻を考える場合に、フィリピンが米軍に基地を提供することを牽制しているつもりであろうが、それは逆効果になっている。現在、フィリピンは日本や米国との軍事的協力関係を強化している。そして誰が見ても弱い者いじめに見える行為は、中国の国際的な名望を変、落とし、めている。近く、全く異なるベトナムの親中派と日本の親中派、歴史において中国の南蛮意識に最も苦しめられてきたのはベトナムである。フィリピンと中国は海で隔てられている。東南アジア諸国の中で中国と陸続きで国境を接しているのはヤンマー、ラオス、
ベトナムの三国だけだが、ミャンマーとラオスとの国境は山岳地帯にあり、中国が軍事侵攻することは難しかった。だがベトナムとの国境の海沿いは平地である。そのためにベトナムは何度も中国に侵攻された。ベトナム人の多くは中国人を心の底から嫌っている。ベトナムの歴史には南蛮と蔑まれてきた東南アジアと中国の関係が集約されている。基本的にベトナム人は中国と仲良くすることは不可能と考えている。日本には親中派が存在する。現在日中関係は良好とは言えないが、それでも親中派の人々は真心を持って話し合えば両国は理解し合えると思っている。また多くの日本人は中国や中国人が悪いのではなく、習近平や中国共産党が悪いと考えている。習近平がいなくなり共産党の支配が終われば中国と仲良くなれる。そう考える人が多い。だがベトナム人はそのようには考えない。中国とは永遠に仲良くなれない。そう考えている。ただベトナムにも親中派と呼ばれる人々が存在する。しかしそれは日本の親中派とは全く異なる。ベトナムの親中派は国内の権力闘争において劣勢になった人々である。中国の意を借りて政権を維持しようとしている。そのために親中派も中国と中国人を信じていない。共産党の支配が終われば中国が良い国になるなどとも思っていない。ベトナムの親中派と日本の親中派は全く異なる。近く、台湾と中国の争いは中国の内戦、海を隔てていたために、日本は中国と深く付き合うことはなかった。その結果として日本人は常に中国を見誤る。このような視点に立つとき、台湾と中国の対立はより複眼的な視野で見なければならない。台湾はその歴史から二つの勢力によって構成されている。一つは外省人であり、これは蒋介石と共に中国本土から逃れてきた人々である。もう一つは内省人であり、彼らは蒋介石が来る前から台湾に住んでいた人々だ。内省人は高砂族などの先住民と明末以降に中国本土から移住してきた人々によって構成されるが、現在内省人は中華系が多い。台湾と中国の争いは中国の内戦と見た方が良い。短期間を考える場合には、台湾サイドに立つことは日本の国益になる。ただ遠い将来を考えた時には、台湾人も中華民族であることを忘れるべきではない。もし中国共産党が崩壊して台湾の流れを組む政権が中国本土に樹立されたとしても、南シナ海の領有権の問題は存在し続けるであろう。台湾に住む人々も東南アジアを南蛮と考えている。ベトナムは中国と国境を接しており、約2000年に渡り中国と争ってきた。日本人はその歴史から学ぶところが多い。筆者から、この度日本人の知らないベトナムの真実不走写真書と題する本を上司した。ご一読いただければ幸いである。アジアに住む我々が中国とどのように付き合って行けばよいのか、この本にはそのヒントが多く隠されていると思う。小なり中非対立の激化、大なりフィリピン領海での中国の執拗な嫌がらせは、米非同盟への挑戦。2024年6月20日付オールストリートジャーナル上社説は、南シナ海のセカンドトーマス礁をめぐる中国とフィリピンの最近の衝突事件を取り上げ、中国は米国の出方を探っていて、場合によっては、中国があえて朝鮮に及ぶ危険が増していると論じている。中国は米国にとって重要なアジアの同盟国に対する関与のハラスメントを強化した。フィリピン海軍が絡む深刻な衝突は、この地域における中国の野心の大きさを物語る。6月17日、中国の船舶が、セカンドトーマス礁の前哨基地に補給を試みる2隻のフィリピンのボートを捕まえた。これは南シナ海のフィリピンの排他的経済水域内の地点にあり、
ここにフィリピンは軍事拠点として第二次世界大戦時のカンセンス・シエラ・モドレイを維持している。フィリピン当局は中国の海警の船舶が補給のためのゴムボートと乱闘になり、中国側はナイフと槍で戦い、フィリピンの水兵一人が親指を失ったと言っている。フィリピン軍参謀総長は海賊行為だと非難した。これは両国間の長期にわたる領土紛争の中で最も重要な衝突の一つである。中国は南シナ海の大部分を中国のものだと主張している。この主張にはフィリピン、ベトナム、マレーシアなどが異議を唱えている。ハーグの仲裁裁判所が中国の主張を退ける判決を出した。しかし、中国による漁船その他船舶に対するハラスメントを抑止できずにいる。フィリピンは米国の条約上の同盟国である。そのことは、武力攻撃の場合にはフィリピンの救援に赴くことを米国がコミットしていることを意味する。米国は同盟国に義務を有しており、南シナ海を通じて航行の自由を確保することに軍事的商業的利益を有している。米国が中国の強硬姿勢を抑止するための資源を動員できないのであれば、中国は土地を収奪し、米国に反撃できるならやってみろとあえて挑むであろう。その危険が増大しつつある。フィリピンは厳正な立場へ転換。6月17日、南シナ海のセカンドトーマス礁にあるシーエラモドレイに駐屯する海兵隊に補給物資を届けるべく向かったフィリピン海軍の4隻のゴムボートに中国海警のスピードボート数隻が体当たりして行動を封じ、ナイフ、斧、棒で襲いかかり、補給活動を妨害する事件が発生した。兵士一人が親指を失う重傷を負った。フィリピンは海賊行為だと非難している。この事件に関し、6月21日付の和牛時報は、海警の乗組員がフィリピンのボートに乗船し、臨検を行ったと報じている。フィリピン側は銃器などが盗まれたと言っている。報道によれば、中国は5月15日に海警が、中国の管轄下にある海域、日方に侵入した外国人の身柄を最大で60日間拘束できることなどを明記した規則、6月15日に発行を公表したが、この規則が発動されたのかどうかは不明である。